こんばんばは、す総理です今日ね、ちょっとね、銀行行ってびっくりしたことがあったんで、ご報告というか、もうこれ常識なのかもしれませんが、あのですね、まあ、ちょいといろんな事情がありまして、手元不如意でございまして、まあ、銭がねえわけですよ、銭が。で、お金ないなと思ってて、あのー、パッと周り見渡したら、小銭貯金があったんですね。ここに、これ今まとめて。 紙袋に入れてますけどねけ。結構な量があるんですよ。まあ、そんないっぱいではないんですけど、ちょっと100円玉とか10円玉、1円玉のお小銭貯金が。で、この小銭貯金、まあ、もういっぱいね、ここにザラーっとこうあるわけですね。こう、こうあるわこういうやつ、両替しようと思ったらどうしますかって話なんですよ。 で、ご承知の通り、銀行を持ってく、まあ、銀行ってね、両替商なんて言いますけどね、えー、銀行へ持ってくと両替してくれるんですが、両替だと、今は手数料がかかってしまいます。じゃあ、どうすればいいかっていうと、これを預金すればいいわけですよね。はい。これを預金すればいい。自分の口座に入れれば、ただですから。ってことで、それは知ってたんですよ。 なので、ちょっととあるね、とある、うーん、ほにゃびし、ほにゃ FJ 銀行に、の最寄りの視点にですね、これを持って、ちょっと結構重いから置きますね。これを持って、えっ、ー、と、行ったんです。あの、入金してくださいって言ったら。そしたらね、すっごい困った顔されて、こう言われたんですよ。あの、お客様の方で金額を数えてきていただかないとできない。 ああ、なるほどという。まあ、それ、理屈はわかります。要するに、これね、いくら入ってるかわかんないわけですよ。ね。これをざーっとやってもらいたかった機械でざーっと通してもらって、その金額を信用して別に自分は、 いいんですけどそれで例えば1万5683円ですって言われたらもう別にそれに異議はないです私の場合はねなんですけど多分異議を申し立てる人がいると思うんですよいや違うと1万6285円あるはずだとか多分そういうことなんですよねなのでちゃんと自分で数えてきてそれと照合して合ってないと入金できないっていうことだと思うんですけどこれ数えます 小銭貯金って何のためにしてるかって言ったらね気楽にボン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 どっかにこうお金をやっとけて小銭をまとめといてでザーっと機械に通してもらうっていうつもりだったんで、まあ、ちょっとびっくりしちゃったんですよねで窓口で聞いたらこれってどこの銀行でもそういうふうになってるんですかって、まあ、例えば法律とかねそのまあ何て言うんでしょうそういう銀行のガイドラインでそういうふうになってんのかなと思って聞いたらまあ分かりませんと。 少なくとも、まあ、ほにゃーびし、ほにゃ FJ 銀行ではそうなってるらしいんですよ。で、まあちょっとなんか納得いかなくて、昔ね、小銭貯金って郵便局とか銀行とか持ってって、なんかその普通に預けられた記憶があったんで、ええー、いつからそうなったんだと思ってちょっと調べてみたら、 どのね、例えば、うん、そうですね、ほ、ほにゃ系ウェイブとか、うんと、ほ,ほにゃ、相談所質問箱なんだっけまあ、要するに Q&A 系。ユーザーの Q&A 系の、こう、サイトとか見ても、銀行持ってきゃいいですよ。とか、銀行持ってきゃ機械で数えてくれて全然大丈夫ですよ。っていうのがほとんどの回答なんですよ。なんか最近のも見ても。で、 なんか一部にはその一部銀行ではその自分で数えてそれと照合してぴったりでないと受け付けてくれないところもありますとかまああとは問い合わせてみてくださいみたいなそういう答えもちらほらはあったんですけど基本的に皆さん小銭は別に銀行にそのまま持っていけば自分で数えてなくても機械で数えてくれてそれで、えー、入金してくれるってやっぱ思ってるようなんですよだからねちょっとホニャビシホニャ FJ 銀行じゃなければ、うん、そうですね うーん、なんか、みーずほ銀行とか、うん、なんかね、みーずほな銀行とか、あとはね、まあ、郵便局とかで行けんのかなと思うんで、まあ、ちょっと、わざわざね、もう数えるのめんどくさいんで、ちょっとこれ、あの、今度は、メーずほ銀行とかに <laughs> 持って行ってみようかと思ってます。またね、えー、思いついたらその天末、アップしますんで、 えー、よろしくお願いします。あとね、コメントとかで、どこ銀行は最近こうなりましたよとか、どこそこだったら大丈夫でしたよとか、なんかそういうのを教えてください。あの、最近の情報あったら教えてください。ということで、えー、小銭貯金が、えー、お札に直せなかったというお話でございました。まあ、たまにはこんなのもね。